ならいけるっていうかいけ。ただいまより投票受付を開始します。近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。2番ワイワード、先頭シェアドビリーフ、外から行こうというところ、シャドーゲイト、外を通りまして8番カタノアメリカン、内から1頭4番シリウスメゼングル、バラヌールがその後ろ、それから5番ノットナウケイト、外を通って12番シーザースターズ、1番フェイスフルサン、デビッドジュニアが並んでいます。そして内からは9番トータルケイオス、しんがりからユニタリーアタック。もう一度前から整理しましょう。11番シェアドビリーフがわずかにリード、ワイワードがそのうちにいます。そして3番手にカタノアメリカンであります。そのうちに6番シャドーゲイト、それからもう1頭シリウスベゼングル、2つ目の橋ウェストミンスターブリッジに差し掛かります。そのうちバラヌール、それから5番ノットナウケイト、そしてその後ろから12番シーザースターズ、1番フェイスフルサン、そしてその外にデビッドジュニア、内を通りましてトータルケイオス、それから離されまして7番ミリタリーアタック。さあテムズ川に別れを告げて、いよいよ最後の直線勝負。大歓声に迎えられてシェアドビリーフ先頭、内からはシーザースターズが来ている。ムチが飛んだ、ケネーンとシーザースターズ、先頭安藤とシェアドビリーフ、捉えるかシーザースターズ、捉えられるか前の馬、外からシェアドビリーフ、シーザースターズ先頭、シーザースターズが1着でゴール番を通過、2着はトータルケイオス、3着シェアドビリーフ。よく頑張った、偉いぞ。1着12番、2着9番、3着11番以上のように確定しました。いっぱい持ってきたよ、使って使って。はい、何です？